時は1984年10月の25日、オーストラリアからやってまいりましたカンタス航空機成田空港へと到着すると、中から出てまいりましたのがオーストラリアの珍獣コアラ。さあ、テレビ局が一斉に報道をする。するとブラウン管の向こうにいた子供たちが、うわー、かわいい、会いたいよ、抱っこしたい。そしてその手に持っておりましたのが、その年の3月に発売されましたコアラのマーチ。その時の絵柄はたったの12種類。ところが36年経ちました、今も売られておりますコアラのマーチの絵柄はなんと365。非常に人気のある長い息のコアラのマーチと相なったわけでございます。本日は玉秀祭思い出の一席でございました。ありがとうございました。